スターリングがアーセナルへ、ヒアウィーゴースター。ラヒーム・スターリングがアーセナルへ移籍、チェルシーからのローン移籍で合意。チェルシーは最終条件を受け入れ、選手は移籍を望んでおり、ミケル・アルテタとも話をした。合意は成立し、書類もすぐに問題ないと思われます。スターリング。決まったんか。こりゃ今年はアーセナルかな。これでリバプール、マンチェスターシティ、チェルシー、アーセナルに在籍したことになる。これだけプレミアリーグのビッグクラブを渡り歩く選手もなかなかいない。ローリスクハイリターンのレンタル補強だから失敗に終わっても痛くもかゆくもない。はっきり言うてコスパ最高の補強ですわ。給与激減してローンフィーも無料。最高のディールだわな。アルテタが今季は絶対に優勝するつもりの現れ。坂のバックアップとしては十分すぎる。ローン料なし、買い取り義務なし、給料も半額負担。みたいだし、ある程度控えでも受け入れてくれるなら割といい補強なのでは。義務もなしのローンで獲得できたのはいい。年俸半分以下とはいえ10億円程度はかかりそうだけど、坂の控えができる選手だからアーセナルが飛びつくのも納得。シティ時代にお互いに関係性があるからいい補強やと思う。これは今年こそアーセナル優勝あるか？坂の控えができたしいい補強だと思う。